はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい、本日はですね、とある武器を使う時が、やってまいりました。はい。150ヘルまでは使わなかったんですよ。なんでかっていうと、終末の虚偽と砂術が短期ラインではめちゃくちゃ強いから。はい。なんですけど、200ヘルは短期ラインはもうどうしようもなくなって、長期で戦うことになってくるんですよね。そうなってくると、この、ルミナスの、ロムフェアが生きてくるわけですね。拍手。はい。始まります。この武器の無双をちょっと今回はお見せできればなと思います。で、俺、ロムフェアについての個人的な感想としては、ま、20年先からメイン武器だけやってきたみたいな。ま、どういうことかっていうと、攻撃大幅アップ。まあ、TA して、なんか通常攻撃1回ごとランタゲ3ヒットっていう、まあ、バレグリの性能を持ちながらも、攻撃大幅アップ持ってんだよね。ちょっとデメリットがあって、そう。デメリットとしては、攻撃大幅アップの倍率がマジで低いんですよ。全然最大打点にならないので、補助が必要だったりするんですよね。まあ、言うなればあれだよな。All you need is kill みたいな感じです。はい。わかりづらいか。ということなんですけれども、このロムフェア、まあ、今回使う編成としては、やっぱバブが必須なんだよね。いろいろと、このロムフェアの、使うことによって歪みが生まれてるんだけど、まあ、筆頭としてはやっぱバブが必須なんですよ。なんでかっていうと、まあ、ロムフェイヤーさっきも言ったように火力がないので、バブさんで火力補強してあげないと、もう悲しいですね。アシストキャラぐらいの火力しか出ないんで。アシストキャラみたいな火力しか出ないんで、マジでバブはマスト。うん。フレンドもね、超越ルシとかにしないと HP 回復間に合わないので、武器とかもそれに対応したものになります。今回は、探検で、エタラブ、防御エタラブと、回復リユニを持ってきました。まあ、探検5本になったんで、これで。まあ、豪風の抑影のボルテージオブダガーを稼ぐことが可能となっております。まあ、回復プラス防御でね、耐久を確保しつつっていう動きになってるんですけれども、まあ、今回パラディンですね。パラディンでフルレジストディスペル多神人。フルレジストね、マジ優秀よ。うん、フルレジストマジで優秀なんで、やっぱね、パラディンで、それを持てるパラディン。で、それを持てるロムフェイヤー、強いに決まっとろうな。ということで、ちょっと早速やっていきましょう。対戦よろしくお願いします。GO!はい、フレンド超越ルシです。対戦よろしくお願いします。で、まあ、結構ね、今回ディスペルを採用してて、多神人も採用してます。1段目に多神人打って、ナルメアの補助をかましますね。ロムフェイヤーって、スナグリも強いんだけど、奥義も強くて、風キャラに風追撃プラスクリ率アッププラス会心効果。結構これもでかいよね。で、風属性ダメージも極大になってるから、奥義火力自体も高いし、その後のアシストもできる。しかも、奥義使用後の、なんか追撃発動ターン込みで4ターンなんですよね。結構長いんですよ。だからね、この初手多神人は、なかなか悪くないスタートダッシュになる。はい。1ターン目ぶん殴ります。で、2ターン目、ボン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 と、はい。で、これで 85% に突入して、特殊技を回避していく。はい。バンピーやっぱ強いね。ここのやっぱバンピーの3ナビがね、あまりにも偉すぎて、ちびっちゃいそうですよ、私は。さあ、これで稲妻の連撃で攻撃大幅アップ。見てこれ !85 万ダメージ。これ掛け算なんですよ。そう。だから掛け算で、240万。通常攻撃一発240万、みたいな感じで出てるんですよ。って考えると強くない？うん。まあ、これ、しかも、全然減衰出てないから。そうなんですよ。これね、全然減衰出てないから、つまりはどういうことかっていうと、まだまだ伸びしろに溢れてるんですよね、この実はまだまだ伸びしろに溢れてるっていうところも魅力的な部分です。はい。さあ、これでザ・リーピング、ホーンテッド・スペクター、ゴースト・パレード、はい。で、エレメンタルファランクスもね、毎回押さないとね、敵が倒れなかったっすね。じゃあ、自分が死ぬんだ。正直、主人公の一闇、押さないようにしたかったんだけど、押さないとね、なんか、
ぶちかまされるんで、押しちゃいました。怖かったので。はい。で、特殊技が飛んでくる。火だめ。ここからゴーストパレード。パラダイスロット。はい。で、最高度をついた状態で、ナルメア13。これがね、やっぱ強いですね。これができれば最高なんだけど、待って、今見えた？ゼロが、3000と輝くゼロの数字が見えましたか？さすがにゼロの執行人すぎるだろう。なんでかと言いますと、こいつね、敵の、火だめ減少効果があるんですよね。火だめ減少効果が、トリプルアタックと相性が悪すぎる。あまりにも あまりにも相性が悪いんですよ。はい。なのでマジで弱え。やばい、本音が出、もういいですか？もういいよね。始めてもこの武器本当にね、未来から来すぎな。やっぱさっきもさ、80万かけ3つって240万つったけど、通常攻撃多分ね、300万とか出るんだよね。うん。装備がしっかりしてれば、というか、火力がしっかりあれば、300万ぐらいは出ると思う、通常攻撃。うん。で、まあ、それが、出てないんですよ。要するに。出てないっていうことは、つまりはどういうことかっていうと、まあ、パワーが足りてないんですよね。はい。パワーが足りてない。というのは、まあ、要するに、もう、大変なことですよ。飛んだことだよ、これは、というような感じになってるわけよね。うん。いや、どうしても、火力が足りてない。でさ、もう一個言いたいのが、実はこいつ相対的に弱体化してるんですよ。俺が、ちょっと待って。俺は、ルミナス、俺がそのルミナス取った時は今後の発展性に期待と、今後の装備が強くなればなるほどロムフェイヤは輝いてくるから今後に期待ですって話をしたじゃないですしたと思、覚えてる人は覚えてると思うんだけど、でも運営の回答はバンピーの追加だったんだよね。どういうことかわかります？バンピーって毎ターン敵のスロー CT を吸収して攻撃大幅アップすんのね。これが何を意味するかわかるか？バンピーはロムフェイヤなんだよ。実は、バンピーってロムフェイヤなんだよね。そう。ロムフェイヤの価値は、イコールバンピーなんだよね。逆にバンピーの方が強えんだよ。だってバンピーって倍率 50% だから。ロムフェイヤって倍率 10% だっけな？ 10% か 15% なんですよ。攻撃大幅アップ倍率。バンピーの 50% ですら、ちょっとさ、厳しかったんだよね。うん。バンピーの攻撃大幅、バンピーの攻撃大幅アップ 50% ですらきつかったのに、さらに低い、強化版ロムフェイヤがバンピーなんだよね。って考えると、マジでロムフェイヤは厳しい、うん。この武器は本当に厳しくて、しかも、ほら、もうこんなんよ。まあまあ、まだいいよ。こう、火だめ減少がついた状態で、戦闘が始まってしまうと、もう大変。もう攻撃力出なくて大変よね。いや、マジで、この武器はね、まだだね。マグナ3でどうにかなるのかな？マグナ3が来た時にワンチャン火力がとんでもない数値上がってさ、なんか覚醒する未来があるんですかね？なんかクリ率が溢れた時になんかその恩恵が得られるようになりますみたいな感じのこと言ってたけど、そのあたりのアップデとか、なんかマグナ3とか、今後の装備編成の強化、スーパーアルティメット〇〇の追加とかさ、それで火力が上がったら、ロムフェイヤはワンチャンあんのかもしんないけど、少なくとも今じゃなかったかもしれない。ちょっとロムフェイヤ正直200ヘルは、いやマジでさ、古戦場、風よりこ戦場もう少し遅らせてくれてもよかったんじゃないの？もう一個遅らせてくれればワンチャン、ワンチャンさ、
なんかまだ未来はあったのかもしれない。いや、ない、なさそうだけど。ちょっと今回はね、やっぱ200ヘルは防御値が高いんですよ。どうしても。200、あー、ゼロが出た!もう、ゼロの執行人すぎる。ゼロなんだよー。じゃが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 。さすがにゼロの執行人主題歌が流れてしまいましたね。いや、困ったね。いや、このロムフェアは、マジで、あーはっはっはっは何が起こってるんだ。ゼロなんだよ。じゃが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 じ